ああ、藤原さんですね。藤原さんはティンク2回目ぐらいですかね。さあ、これは中継かくってたのかな。まあ、打点によるっぽいですね。結構低めでブロったら割と裏行っても打撃が入る時があるっぽいですね。無垢だな。無垢っていう中断なんですかね、あれ。あまりに無垢ななんちゃらみたいな。さあ、ピエロみたいなことしてますね。さあ、シャガダイバン体育一択っすね。歩き立ち中継。さあ、ブロガードしていて、ここは筋中継から死にますな。結構減る。やっぱ減るっすよね。何なんだ、あんた。Are you ready?Go. さあ、ジャンプ台系、シャガダイパン潰してましたね。ちょっと反応遅れるとああなるんですよ。さあ、反応が早い、逆に。3段はミスったが、これも3段入りそうだが、ミスる。歩きガードして、前、遅らしてコパコパ様。うまいっすね。さあ、SA 圏内。さあ、最低空というか、最地、ダッキングストレートからはフルヒット。投げで死なないが、壊し中継をおしゃれターゲットで取り返したな、藤原さん。さあ、開幕相打ちはレミノが痛い。そうですね、ソニック帽子でね、よくある波動拳の手先を殴る感じのダイパンが結構ダットリは機能する。まあ、差し返しも安いんでね。さあ、しゃがみエクシリッパ決めて、下、ま、バレていて、歩きしゃがダイパンうまいですね。さあ、筋中継が円柱形にバレ、これは死んだ臭いですね。足のない。ゼロドット。減るっすね。